壁がもっと離れなければいけないということで下げようとします。グラビオがいます。そして和田がいます。これは小細工してもらって打った方がチャンスになると思いますけどね。グラビオ左に出した、シュート決まった。磯貝のシュート。2点目、2対0。しかし今のもですね、磯貝君が全くフリーですね。磯貝全くフリー、はい、今前田さんが直接というおっしゃってたんですが、はい、おそらくはレッズのディフェンスもそういうふうに読んだんでしょう。考えてましたけれども、ただまるっきりフリーだったですね。まるっきりフリーですね、ここのこの位置です。この一番右側、壁に8枚入ってるんですけれどもね、はい、最後滑り込んでいったのが水内。2対0となりました。ガンバ大阪